緊張する？別に緊張はしない。しないよ。え、だって周平と滑るだけだし、ね、カメラに向かって話すことないでしょ、お前みたいな分際で。歩いていこうぜ。気持ち悪いダッシュでこそ。どうも武田でございます。本日の動画なんですけれども、アルティメットスペシャルゲスト呼んでます。寒いなぁ。ということで、多分皆さんこの顔を見て誰だと多分なってます。さすがになってるんですけれども、我々のチャンネルで一番再生数取ってます、実は。っていうのが、タネを2回取り上げたことがあるんですけれども、陸上競技未経験の幼馴染が強豪校の山田中央陸上部に入ってきたっていうお話で2回取り上げさせていただきましたの彼です。ニックネームでいい？ターボーにしよう。ターボー、ターボーにちょっと考えてきてた。キモたこ焼きマントマン。ダメ、たこ焼きマントマンさん長い長い長い。ターボーくんです。ありがとうございます。知らない方もいらっしゃるので、こちらの映像見てください。本当にあった陸上のすごい話。俺は中学時代、ある程度結果を残すことができて、強豪校に推薦で入学することができた。幼稚園からの幼馴染の通称映画いたから。こちらのショート動画が、あと少しで200万再生いきます。高評価も4万とかだからね。ありがとうございます。あ、いや、いい動画なのよ。人気な企画があって、その人の陸上人生を聞いてみたっていう、大体そういう人に聞くのって、箱根駅伝出てますとか、日本代表になりましたとか、そうそうそう、そういう人たちにこう聞いたんで、ターボに聞くのはその高校時代だけなので、まあ、結構ちょっと短くはなると思うんだけど、山形中央って、まあ今ももちろん強いですけど、僕の時代、もう相当言うと10連覇目とか、マジ山形一番強い高校だったわけよ。これは言い切る。まあ、山形一番強い。強い高校だったので、そこに陸上の未経験の人が入るって、多分女子はいたけど結構男子だと2、3人じゃないかな。どういう気持ちで陸上部決めたとか、嘘偽りなく、なんかもうなんか飾らなくていいから、ターボーが思うことをちょっとこう話してほしいっていう回です。はい、早速聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。彼と幼稚園、小学校、中学校、高校全部一緒。こいつだけです。すごいです。もうこの2人だけ。そこはもう中学校の時は何やってたんだっけ？中学校はソフトテニス部です。ソフトテニス部だったんだよね。中学校もソフトテニス部やってたけど、どう、そのソフトテニスの結果というか、例えば市で何位とかあんの？ない。ちゃんとこぼした。ないの？ああ、もう靴下1個ダメにしちゃった。いろんな習い事をしてきたけど、スポーツもめちゃくちゃ得意って感じじゃない。あ、普通。普通だよね。普通、一般人。あ、マジで真ん中だよね。一般人。ソフトテニスも頑張って、で、まあ一応3年間やりきって、高校編に入ってきたんだけど、頭で行ったんだよね。頭で入りました。頭で入って。まあ僕は、その中学校、運よく、高推薦で、山田賞入れたんですけど、60前後のところに入るわけだから、まあ、山形で行ったらね、頭いい方でしょ。ポチポチ。まあ、点数は良かった。内心が悪かった。内心最悪。内心はちょっと、授業態度に。ああ、授業態度な、ありだったの。はい、その時は。高校入るじゃない。で、高校入った時って、だってさ、ぶっちゃけ選択肢として、部活入んなくてもいいじゃん。ソフトテニスをずっとやってたから、まあ山形市はソフトテニス部の強化部ってめちゃくちゃ強いんですけど、まあそこに入るのも一つの手じゃん。ターボーが選んだのは、陸上部と。いうところなんですけども、なんでソフトテニスじゃなかったの？ソフトテニス同じ市の大会でどうしても勝てない2人がいたんだけど、はいはい、1人は体育科で中央に入ってました。ああ、もう中央に入ったんだ。で、普通科にもう1人強い人が入ってました。はいはい。2人はテニス部に入っていて、お前もテニス部入らないのって声かけてもらえたんだけど、おお、嬉しいじゃん。お前らがいたら普通に大会出れなくないっていう冷静な考えになって、将来性を考えて入る気はなかった、ね。られない壁を感じた、まあ、感じたんだよねっていう感じで、彼が迷ってたんですよね。帰り道、その最寄り駅が一緒だから途中まで一緒に帰るっていうのがたまにあったんですけど、その時に僕が陸上部入ったのみたいな。ごめんね、今だから言うけど、もう長は冗談。まあ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 、それはそうでしょ。だって強いもん、山形中央。強いんだけど、そう、知らなかった。知らなかった。知らなかったけど、やることないんだったらよくねみたいな、いうニュアンスで確か誘ったよね。そういう体で誘ったね。そしたら、彼が結構意外と、なしじゃないな、みたいな。まあ、なしじゃないな、よりは、ちょっと入りかなよりだった。そうだったんだ。ありだな、みたいな。なんで？普通じゃん。普通だけど、合わなかったらやめられるのが高校だった。なるほどね。やり通さなくていいっていうか。そう。逃げることもできるなっていうのが、ちょ、頭にあったんだ。ちゃんとあった。なるほど、なるほど。それ素晴らしいね。会社じゃないんで。会社も逃げれるから、辞める選択肢も自分の中であったんだ。もちろん。どうだった入って最初。嘘つきって思った。
何が嘘ついたの？山周平が早いのはもうちっちゃい頃から見て、もう小学校のちっちゃい頃からも結構足速くて、はい、もう、まあ、こいつだけ特別だろうっていう頭ではいたんですけど、ああ、なるほどね。はいはい、入ったら、みんながみんな速い。女子にも追いつけない。ガチだからね。で、分かりやすいところを言うと、山形中央の女子は短距離選手みんな14秒切る。で、彼が5月の 100m、どうぞ。追い風 3.6 プラスで全力疾走したタイムは14秒28です。いいねゴールして息ぜいぜいの俺に話しかけた周辺の人とか、小6の俺より遅いじゃん。最悪よ。そんなこと言ったの？言った。もちろん大会でダメだったっていうのもあったけど、それもさ、練習とかきつかったんじゃない？そのきついっていうのは、練習内容がきついんじゃなくて、みんなについていけないっていう。それはまだなかった。恩師の先生が、すごい、何でもいろいろチャレンジして、最終的にどれをやりたいかを決めてほしいっていうことで、飛ぶ種目だったり、投げる種目だったりも、いろいろ試させてもらえたからこそ、短距離だけにこう集中してやるっていう印象ではなかったから。めぐみ先生、お前にそんなこと言ってたの？うん。俺はさ、お前と仲いいから、俺の小学校に教えとか茶化すけど、嫌になるような茶化し方ってあんまみんなしないくない？なんかそう、うわ、おっそお前みたいな。それはないね。お前自身はもしかしたらきつかったかもしんないけど、誰でも頑張れる雰囲気が山形中央陸上にあったよね。あったね。体育会系の人もみんな優しかったし、まあ何より体育科だけじゃなくて、普通科もみんな入ったりして、頑張ってたからこそ。いいね、やっぱ。お前の感覚的には、自分の力こう、あまり最初発揮できなかったけど、まあ、部活の雰囲気とか、仲間の雰囲気とか、救われてたとこあったんだじゃね。はい、ああ、いいね。そのまま、14秒2でも続けたと、はい、一旦。夏に向けて彼の陸上人生のターニングポイントになるので、そのチャレンジ聞いていきましょうか。はい、お願いします。ダッシュで行こうぜ。ターニングポイントになったのが、これもううろ覚えなんだけど、夏合宿だって。違います。違うんだ。これは違います。通信陸上が終わって、はい、5月の試合が終わった時、はい、その地区大会、県大会出る種目はまだなかったから、その間にみんなが個人種目頑張ってる間に他の種目をやってみて、はい、砲丸投げが5メートルぐらいしか投げられず、砲丸は投げても手前にボンってしか行っちゃうからダメだってなって、飛ぶ種目やってみるか。自分の5段跳びが11メートルのラインから飛んでも砂場にたどり着かない、これが無理だ。まあ、とりあえず短距離ブロックとして基礎体力をまず補おうってことで、国体験予選とか全体として参加できる種目が終わるまでは短距離ブロックにいて、で同級生にこいつがめっちゃ俺をチャタしてきたんだけど、早歩きで追いかけっこをする。早歩きしてて、お前競歩やればいいじゃんって言われて、誰あー、それを見てた先生がありかもしれないってなって、はいはい、夏合宿前に長距離ブロックに挨拶して、夏合宿に入った時に長距離として参加したっていうのが本格的な練習が始まったのは、その夏合宿から。そうだね。遊びからこう競歩やってみればみたいな、茶化されてから競歩っていう、偶然こんな種目あったなみたいな。その夏合宿でターボが専門的に教える人いたじゃん、女の人。覚えてるよ先生。初心者のターボにずっと教えてるんだけど、短距離の練習とたまにこうすれ違うんですよ。すれ違う時にターボ下手くそやんみたいな、俺たちがこうやるんですよ、競歩の真似。その先生が、いやいや、こっちの方がうまいじゃんみたいな言われたよね。何か掴めたとか特にその時はないよね。ないよね。ないけど、きついんだな。ああ、なるほど、きつかったんだ。本当に足がバキバキになる。どこがきつかった？足の伸縮っていうんだ。あ、伸縮がすごい痛む。ここ痛むことあるんだ。あ、そう。夏合宿終わって新人戦があるもんね。初競歩と。夏競歩です。競技人数がそこまで多い種目じゃないから静かになる感じだったじゃん。なんだけど競歩の初戦ってなって、まあ、俺も興味あったし、俺もずっと応援してたの覚えてて、それについてきてみんなでこう仲間茶化しみたいな。あれ聞こえてたの？全然聞こえてたし、タイムも遅いから別に息切れしてるわけでもないから少なくともラスト2周にはいなかった誰も当時はさ、40分超えると打ち切りみたいな。正式にそれを40分打ち切りの予定でした。競技の進行上40分で打ち切りますっていうことだよね。タイムどうぞ。1回目の 5000m 競歩は39分48秒。あと12秒。危ねえ頑張ったね。頑張った
頑張ったね。山形中央ってやっぱ応援がこうちょっとピッとまとまってると、ラスト頑張る、ラスト頑張る、ラスト頑張るみたいな。それやったよね。やって、うん、まあそれもまた競歩を続けるきっかけになったんだけど、うん、嬉しかった。めっちゃ嬉しかったけど、だいぶお世話になってた先輩がラストの声かけっぞっていう声で全員でラストを言ってくれたんだけど、俺だけが分かってんのがまだゴールじゃない、あと一周。しかも遅いから結構ラストのコールも長くて、他の審判員たちもちょっと慌てるわけだけど、俺みたいな、これラストみたいな、俺は分かってるから線を越えてもさらに歩くわけ、奥まで歩いて、先輩が響き渡る声であと一周あるんかいって言ったのが今でも忘れる。会場も笑うし、ちょっと笑っちゃう、いやあるけどみたいな。いいスタートではないよね、きっと。そんなめちゃくちゃ、うわ競歩いけそう、頑張ろうみたいな、みじんもないないよ、みじんは競歩もキッズみたいな感じだよね。まあただ長距離がやっぱり先生にも先輩たちにも、まあ最初はいろんなところ転々として入ってきたから、こいつやることなくてどこ来たのかって周りからの目もあったけど、その時のブロック長すごいいい人で、長距離をやるだけその自分が頑張ることで体力つけて、うん、走れるから、まあ、すぐに諦めるんじゃなくてやるんだったらこうちゃんと頑張ればいいと思う、そういう声掛けもしてもらったんだ、まあ、それでまあもう長距離でいいかな、結構種目がガッと決まった時だったんだ、で、まあ、今日も歩けたし、ね、うん、そんなスタートでしたと。1年生はそれ最初で最後、39分48秒でも県大会は出れました。もう出場人数がいないからってこと、まあみんな出てゴールできたらそのまま上に上がれる、ああなるほどね、まああるあるだよね、県新人の39分から35分23かな、うわー4分上がった。自分の中であったの、変わったところ、長距離練習するようになったから、やっぱりだいぶ少しは肺活量に良くなったなっていう、そっちの方が技術とかじゃなくて長距離的な基礎体力がついて、その4分が勝手に上がったよっていう感じか。あ、なるほど。じゃあ2年生聞いていこうかな。ダッシュで行こうぜ。2年生の初戦は県総体、地区総体か、2年生の初戦で30分切ったんだ。そう、ああなるほどなるほどなるほど、もう30分切ったんだ。でもそれ5分以上早くなってるわけじゃん。5分以上早くなってる。でそれもどう、技術的なところでもなんか自分の中であった変わりみたいな、技術的にはちゃんと競歩になってきたな。ああ形になった、冬合宿、冬合宿、冬合宿、それこそ乗り込んでたり、ね、うんうん、先生もちゃんと調べて教えてくれたり、その後まあね少しずつでも出るために自己ベストを更新していった彼が2年生の新人戦7番か8番か入賞したよね。7番だよね。タイム覚えてる？27分。おお、すごい。1年で12分伸ばしたの。だからそっからがもう練習してても上がらないっていう印象が。ああったんだ。逆にさ、27分いった時は技術もしっかり上がってて、毎日やってることがこう体に染み付いて、長距離のジョギングとかもやって基礎体力がついてたから出たって感じだった。もあったし、うん、もうやっぱり1年練習できたわけだから、うん、ペース配分がだいぶ、こう上がってきたんだ。練習でもちゃんと競歩だけの練習もするようになったから、その時一周大体どのぐらいのペースでいくとこんぐらいでバテてるなとか、このぐらいだと余力ちょっとありすぎる。なるほどね。レースプランもちょっと自分の中で分かるようになってきたんだ。女子よりも 100m が遅かった。もう2年生の時には高校よりも歩くのが速くて、剣も7番まで。継続ですか。継続だね、うん、余談の話いいよ。短距離のタイムも測るときあるの、やっぱりスピード感もないと中長距離だから、もう自分の目安見るために 100m ダッシュする回があって、自分で計算したり、はいはい、まあ、マネージャーが呼んでくれるんだけど、はい、ドキッてしちゃった自分のタイム。何秒？12秒8。はよよ、すごっ、そうだったの。あ、成長したって思いながら、すげえ。でも短距離に誰にも追いつけないから、あ、いやいやいや、あ、よかったよかったよかったって思いながら、その競歩と長距離の練習だけでもこう勝手に12秒台まで、ね、手動とはいえ出たってことか。走れば速くなるっていうのはすごい。あ、まあ、多分手動だったから、まあ、ちゃんと分かれば13秒3とか4とか全然だと思うけど、うん、そうだったんだ。でもあれだよね、競歩は他の種目と比べて混戦もそうだけど3番までしか東北大会に行けないんだよねっていう、まあ厳しい状況の中で3年生に行きますと。ダッシュで行こうぜ。変わったことあった、自分の中で、まあ、心境でもいいけど。3位に上がって東北大会に行ってみたかった。あ、行ってみたいっていう思いがこう見え始めてたんだ。全然ずっとってよ。あ、ほんと？だって一緒にいるメンツ全員インターハイとか行ってんだから。あー、みんな学校休むじゃん、大会って。なんで俺使いにいいんだろう。それは俺もあるよ。2年生の時俺インターハイ行けなくて、体育館のやつ俺以外全員だから。いや、そういう時もあった。だからその気持ちはわかるよ。でもそういう時やっぱ悔しいと思ってたんだ。全然悔しかったね。あー、いいね。地区総体覚えてるタイム。覚えてる。27分12。
おお。でも27分だと全然県3番っていうのは見えてこないよね。全然見えない、見えてこないよね。ちょっと焦ったんじゃないじゃん。多分高3のみんなが通る道だと思うんだけど、終わりのレースがよぎる伝説の県総体、はい、まあ、そのままね、まあ、大幅な進化が必要だったわけじゃん。大幅な進化だったり、少なくとも求められてんのは自己ベストだよね。っていう中で順位どうぞ。3番です。すごっ、いやすごっ、いや覚えてるな、全部全部鮮明に覚えてる。これで100の決勝があって、それも俺も分かるじゃん。100優勝できて、タイムはどうだったの。タイムは25分26分かな。何が変わんなきゃ上がんないじゃん。1番はその時ダントツに速い。見たね、うん、もう追いつけないんだけど、2番は周回遅れにはされたことなかったから、2番はずっともう少なくとも100m は離されないようにってことで、とりあえず3キロまで歩いたね。おうおう。その時覚えてるのは、正直電車もずっと一緒と2人がずっとタイムとかも、うん、今どこどこの位置にいるってずっと声かけてくれて、うんうん、それがあったのが一番でかくてね。その声でこう冷静に今どこら辺にいるだったり、うんうん、対角線ぐらいは見えるから、なるほどね、把握しながらレースがこうできたんだ。4000過ぎたあたりで、あれ2位と全然別に離れないな、おお、いけるかもしれないってなって、死に物狂いで頑張る。県総体だとさ、応援すごかったんじゃない。半分超えた時点でみんな祭り騒ぎってだよね。あのターボが3位入賞するかもしれないってい う, もうみんなの期待の声とかうわーみたいになってたでしょ。いいね、中央が良かったね。それがいいとこだよね。結局じゃあ2位とさ、どんぐらい差でいこうでしょ。50m 差ぐらい。うわ、10秒ないぐらいで、わすごい。表彰ね、表彰式ちょうどね、俺の前に競歩チームがいて、おめでとうみたいななったよな。なった、なった。うわすごいわみたいな、2人たたえ合ってたんですけど、こいつが最後になっていったかっていうと、いやー一番上からの景色も見たかったな。ぶっ飛ばそうかと思ったわお前。はい、ここ何、ここ動画に突っ込みたかった、うん、突っ込みたかった。ああ、なに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 、一番高い台に登りたかったっつった。いや、俺も一番高い台登りたかった。いやいや、変わらねえだろ、言葉のニュアンスだけじゃねえから。ダッシュで行こうぜ。いや、すごい。今日です。いや、本当にもう俺も刺激もらったし、そこに関してはどうでした。3年間もちろん俺みたいに陸上結果出したいって思ってこう陸上する選手の方がどっちかというと多いと思うんだよ。言葉選び難しいんだけど、まあ、気持ち惰性というか、まあやってみるかぐらいで入ったわけじゃん。まあそうだね、お試しぐらい。そうそうそう、あんの自分の中の心の決めてることとか。難しいね。やる理由は多分一番は先生かな。先生、先生がこんなに話聞いてくれる人もそんなにやっぱいるわけじゃない、うん、いるわけないね。何より恩師がでかかった。何気ない時でもこう見てくれてるっていうのはやっぱりでかかったね。ターボからなんかない、頑張ってるみんなに。結果を出せた人が結構目立ってたのは、うん、怪我せずに練習できてた人が一番すごかった。継続してたり、うん、体のケアを大事にしてる人もこう無理はやっぱりダメなんだなっていうのと、周辺も怪我何とか続いちゃったりもしたし、うん、大事な試合でどうしても怪我で走れなくなったり、うん、途中でドロップしちゃう大会もあったりする人もいるから、うん、無茶だけが全てじゃないっていうのは覚えておいてほしいかなとは思います。メリハリが大事かな。なるほどね、トップ選手みたいなこと言うなお前。ありがとう。いい話聞けたわ。いやいや、いや、ありがとうございます。ちょっとターボ今日一日ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。